こんにちはえっ、ー、と、チビ CC の第2回やっていきたいと思います。えっ、ー、と、これは、えー、ルイ・ウェアマさんのチビ CC を .net に移植するっていうのの第2回ですね。前回は、えー、最初のコミットを元にそれを .net で動くようにするみたいなところまでやったんです、ねまああの内容的には全然コンパイラーとは言えないしまあ一番最初のコミットなんでそれはそうなんですけどでトータルとしては、えー、と300何十個のコミットがあるのでまあそれをあの同じようにたどって移植していくことによってドットネットでの C コンパイラーが実現するかもしれないっていう <laughs> あの内容ですね。 早速やっていきましょう。で、えー、っとですね、えー、第1回、前回は、えー、っと、こんなような、あのー、i l アスムに相当するアセンブリコードを、そのプリントフでそのまま出力することによって、それが実際にそのアセンブルされて、えー、っと、動きますと、テストコードが動きますっていうところまで確認したんですね。えー、念のため、もう1回やってみましょうということで、 こんなな感じかなで今チビシーシー、ね、g b シ c のところにいますと、で、えー、チェックアウトされている、されているような、されているかされているような、されている、多分されている、えー。これでいくと、これですね、今されてますね、大丈夫ですね。で、ここで、えー で、ゴミが消えました。で、えー、で、ちびししビュードされました。で、SSH 実行していますそうすると、えっ、ー、と、0を渡したときに0が返ってくる。42を渡したときに42が返ってくる。ということで、動いておくということですね。 じゃあ、えー、ちゃんと動くのが確認できたので、えー、第2回やりたいと思います。えー、第2回ということは、イコール2つ目のコミットということですね。えっ、ー、と、元にするのが、えっ、ー、と、ルートがここなので、えっ、ー、と、そのすぐ次のコミットですね。これを今回、その .net で移植すると、この、ここで加えた変更と同じような内容で、ああいう ASM を使って、アーセブリコードが出るようにするってことですね。 で、内容を確認していきたいんですが、と。まず、テストコードとしては、ちょっとこれあんまり拡大できない。あ、あ、なんか違うことになったぞ。違う、これではない。そうじゃない。押せばいいかあ。なんで、あ、そうか。えー、っとですね、ちょっと。 ああこれかな。ちょっとズームイット入れいろ合てましたね。これでいいかな。これで、あ、拡大できた。で、メインシートテスト SH があって、テスト SH にどんな変更を加えたんだろうって見ていくと、こういう感じですね。まあ、一行追加されてるだけで、そのアサートのスクリプト関数に、 21と、それから文字列として5プラス20マイナス4というのを与えると。で、これがビルドされて実行されると、えー、これが計算されて、で、結果として21という値が返ってくれば、まあ、テストして,しては OK という内容ですね。で、じゃあ、ソースコードの方は、まず先にあのスクリプトを移植しておきましょうか。まずこれをそのまま。 えー、こちらのテスト SH のここですね。ここにこんな感じで追加すると。いいですね。すごい LF になったよな大丈夫ですね。はい。テストこれで OK で、まあ切り入でやるってことを考えて、これをこのままもう一度実行してみます。そうすると、0は0が返ってくる、42は42が返ってくる。で、5プラス20マイナス4を入れると、 21が帰らなきゃいけないのに5とかいうのが返ってくる。まあ5が何なのか。ああ、なんとなくあれですね。最初の5がパースできて、その次のプラスがパースできないから、なんか5が変えるとか、そんな感じかな。まあちょっとわかんないですけど、まあ、あの、こんな感じだということで、えっ、ー、と、これでソースコートの方を実際に修正すればいいってことがわかりますね。ちなみに、 今のテンプ S の出力はこんな感じになってるってことですね。まあ計算した結果、5がそのまま出て、リターンで帰ってるという感じですね。なぜそうなるかというと、えー、この引数にわたってきたこの RV1 というの,の中に、えっ、ー、と、この5プラス20マイナス4っていうのが、 あの文字列が入ってくるから、それを8 i にかけると、えっ、ー、と、その前回、8 i のドキュメントで確認したときには、その最初に、えっ、ー、と、見つかる、その、えー、数値として認識できない文字のところで、なんか、その、パースを打ち切って、で、その数値を返すっていうことになってるので、なので5が返ってるっていう感じでしょうね、おそらくは。で、じゃあこれを、 2、えー、つ目のコミットに合わせて変えるわけなんですけどどんなふうに変更されてるのかっていうのをちょっと確認しましょうと。これ見るとそうすると,、えっとこっちはガスのフォーマットで、えっと、ここがその,5あの計算された値としてあじゃないあの引数で指定された数値が このムーブメールのところに埋め込まれるみたいなあの、こういうコードなんですけど、それがなんかちょっと複雑になってますね、こんな感じで。これを、まあ大体この通りに移植すればいいということですね、えー。これがなんか順番にやってこうとすると、結局、なんか、まあの、マージのテクニックではできないので、まあ地味にめんどくさい部分ですけど、しょうがないですね。ちょっと。 わかりやすくするために仮に元のコードをここにちょっとこうピピッておきましたと。で、ここら辺がダメなことは分かっていて、えっと、まずこれは何をしているかというと、ストラトールで、えっ、ー、と、P っていうのは今、えっ、ー、と、引数の先頭を指してるんですね。そこから、ああ十進数、 の値をパースしシン数の値としてパースした結果を、えー、ここに出力してますと。でなんかそういえば昨日ちらっと見た時にストラトールはな何かあの変換できない文字を検出した場合はそのなんか引数にあって その最後に検出した後のそのエラーの箇所のポインターを返すみたいな仕様があったような気がするんですね。ちょっと念のため確認してみましょうか。えー、ストラトール。これかな。これを見ると、まず気をつけなきゃいけないのは、ストラトールはロングを返すので、なので、えー、ここ、 あの最初のコードでは %D で受けてたんですけど、%LD にちゃんとなってますね。それから、うんと、えーうん、う,んうん。キスに対して有効でない数字が現れた時点で変換は終了する。うん いいですね、今だと受信数として指定してるこれがそうなんですけどので、まあ、要するに受信数以外の0から9以外の文字が現れた場合そこで変換は終了でエンドポインターがヌル値でない場合ない場合エンドポインターっていうのはこれのことですね第2引数ですない場合は最初に現れた不正な文字が ストラトラにによっててエンンドポインターに保存されているだから、このコードというのは、変換できるところまで見ていって、変換できない文字が現れた時のそのポインターを、ここに、ここが示すポインターに返す。だから、まあ、これポインターのポインターになってるわけですね。そこに格納される。つまり、この行を実行すると、その、数値として解釈できる。 文字のすぐ次の、の要するにエラーとなった文字のところを指すように P が書き換えられて戻ってくるということですね。で、しかも、このストラトールの戻,戻り値には、その変換できた分のその数値が返ってくるので、それがここに当て替われるというような内容ですね。うん、うん、なるほどと。で、えっと、ここの部分は、あの昨日あ、昨日、まあ前、昨日ですけど、前回、 前回やったときに僕は勘違いしていて、ここの部分を一生懸命実行時に解釈するためのコードを書こうとしてたんですね。この RV から。だけど、まあそれ間違っていて、結局はこの通りになったので、まあ実際のところ、この第2回の2つのコミットも、なんかほぼ同じような方針で書けるんじゃないかってことですね。なので、えっ、ー、と、この、まずここの部分について、えー、っと、 もうほぼ固定なので、えー、書き換えてみましょうか。ここまでかな。ここまでですよね。これを、こんな感じにすると。で、えっ、ー、と、問題のここですね。で、これは、えっ、ー、と、この後、あ、これは、 元のガスのコードで RX というレジスターに入れて、で、その後 RX をゴニャゴニャいじると思うんですね。で、どういうふうにいじってるのかっていうのをちょっと見ておかないと、対応する CIL のコードに落とせないので、確認しておくと、えっ、ー、と、最初にその、えっ、ー、と、数字に変換できた部分までのものが RX に入ってホワイル部に入ります。で、その後、 えー、変換できなかった文字がプラスだったらそしたらアット命令でその RxRx にその次の数値解釈できる部分だけを切り出して、えー、アット命令に当てがうみたいなコードになってるんですねで逆にえっ、ー、と逆というかそのプラスじゃなくてマイナスだったらサブ命令に置き換える。 でそれを切り出すところもその同じように受信で解釈できる文字,文字列ですねそれをそのまま数値解釈したものを,をその、えー、なんだ直値として、えー、とサ,サブで要するに引き算するってことですね。なので要するに Rx の値が現在の値としてぐ持ち回ってぐるぐる回しながらそのプラスだのマイナスだのっていうその演算子に従って計算をするという感じですね。 でちなみにプラスでもマイナスでもない場合は何かエラーにするみたいなコードがありますね。ただこれなんかテストコードを見るとこれのテストはしてないので、まあ、い今重要なのはえっとここの部分があのきちんと再現され,てされることっていうのが重要になるかと思います。で、えっと、とりあえずどうやってやってるか分かったので、えっと、こっちの方針としてもそドットリト側にしてもまずその えー、こっちはあのレジスターベースじゃなくてスタックベースなので LDCION で直値を入れるっていうところまではほぼ同じってことですね。ここをまず、えっ、ー、と、%LD に書き換えて、それからここの部分ですね。これをまんまこの通りに書き換えると。これでその文字列じゃない、えー、数値解釈可能な文字列の分だけ、えー、と解釈したものがここに直値として放り込まれて、で、 しかも、えっ、ー、と、p は次の、あの、その数値でないところを指していると。だから、まあ、これで、これ最初の部分については OK ですね。そうすると、残りはですね、この、えっ、ー、と、アットとサブの部分を、まあ、どうするかみたいな話ですね。まあ、ここがうまく書けたとして、残りのコードはおそらくこれと同じになるので、こういうことになるんじゃないかな。 はい、なんかプラスオンからマイナスを計算をして、で、アットとかサブとかあの出力されて、最後に、えっ、ー、と、この P が、えー、文字列の終端まで来る、式の終端ですね。これでいうところの、えっ、ー、と、あ、これじゃない、えー、これかな。これで、えー、こっちだ、これでいうところの、この5プラス20マイナス4の、この4の次ですね。この,この終端まで来たら、 そしたらこのフワイルから抜けるので,でまあリターンで抜け,抜けていくとリターンで抜けるってことはここに来た時点でその最後の値というのがスタックに積まれてい,いないといけないんですけどこれ値を取り出してはスタックに積んで値を取り出してはスタックに積んでということをやっている限りなんかこのフワイルから抜けた時にはスタックに1個値が残ってるはずなのでこのままリターンすれば値が返るはずということで,であの全部図実まが合うんじゃないかなと思います。 じゃあいよいよ革新のそのアットとサブの部分について考えますと。で、えー、アットはですね、ま、まず、えっと、ここで、少なくともこのアットする数字ですね、要するに次にその受信解釈可能なあの数値をアットしなきゃいけないんだけど、その直値は出力しないといけないはずなので、多分これはね、 この LCION はこのままだと思うんですね。で、ここで積んどいて、えっ、ー、と、CIL にもアット命令があるので、そのアット命令で、えっ、ー、と、実際に加算する。で、加算した結果はやっぱりスタックに積まれてるから、だからこれでコンティニューすると、まあ、ついつまが合うというような感じですね。で、その、えー、どれだちょっと待ってくださいね。えー オープンコーズのアットがあったような気は、これかな。はい。アットがありました。で、アットは単独命令ですね。アットだからアットだけですね。つまりは、えー、こういう感じ。まあ、実際使い方が合ってるかどうか確認する必要があって、 どうなるかというと、Value1 がスタックにプッシュされます。えっ、ー、と、もともと一番最初です。ループの一番最初、ここで一回積んでますよね。あの一番最初の値を積んでいる。それが1に相当します。で、2が、Value2 がスタックにプッシュされます。つまり、えっ、ー、と、加算する値。 と加算される値が一にバリュー一とバリュー二相当するので、加算される値がスタックに積まれる。ここでやってますね。で、えっ、ー、と、そこまでできたら、えー、バリュー二とバリュー一はスタックバリュー一からポップされます。なんかちょっと日本語おかしいですけど、まあ要するに、あの、ここでアット命令が実際に実行されて、バリュー二とバリュー一の値を加算して、そして、えっ、ー、と、結果がスタックにプッシュされます。だから、まあ、これでいいですね。 これで2つの値がプッシュされていて、そこでアットすると、その2つの値を計算した後も、その結果をプッシュ作にプッシュする。だからこれで実は合ってますね。じゃあもうほとんど、あれですね、サブの方の話ですね。あ、今日はなんか、第2回ということもあって、サクサクと行きますね。<laughs> これサブ。これでいいんじゃないですか。サブ命令があることと内容について一応確認をすると、 サーブありますね。はい。ある値から別の値を減算し、結果を評価スタックにプッシュします。うん。サーブだけですね。で、内容を見ると、えっ、ー、と、バリュー1がスタックにプッシュされ、バリュー2がスタックにプッシュされ、ちょっとこれは、あの、念のため、どっちからどっち引くかによって逆になってしまうので、 もうちょっとこのうんこなあの日本語がダメだから英語にして確認すると Value2 and、えー、バリ l u e 1プロップドアポッ,ップドフロムザスタック Value2、うん、サブトラクティットフロム Value1 バル 1, 1からバリュー e 2を引くだからえっ、ー、とまあもし仮にいきなり引き算になった場合はバリ l u e 1からバリュー e 2を引く つまり、計算としても、これでいくと、まあ、この、例えば、ここの2番目の値と3番目の値だとすると20、20マイナス4だと、が、そのまま、えっ、ー、と、ここで言うところの20と4に相当するわけですね。で、引き算した結果、だから、えっ、ー、と、この計算の順序についても、これでついつまがあってですね、まあ、逆だったら逆にしな,しないといけないんで、まあ、それ考えると問題なさそうだと。 まあ、できたんじゃないですかっていう話ですね。これで良さそう。ので、えっ、ー、と、保存して。で、メイクします。エラー出なかった。で、テストする。いいじゃないですか。えー、5プラス20マイナス4は、なんか21。出ましたね。お通りましたよ。おいいですね。 えー、コミット第2回がすごく簡単に終わりましたね。えっ、ー、と、ここでついているコメントと同じものをドットネット版のアートプラスサントマイナスオペレータス一応レビューしてみると、えーえー、ポインター変数作っといて で、初期の値を入れて、で、プラスだったら2つ目の、えー、とオペランド入れてアットする、マイナスだったら2つ目のオペランド入れてサブする、で、で、えー、それ以外だったら u ンエキスペ p e c t をキャラクターっていう感じで、えー、出して出力し,して終了という感じですね。えー、っと、いいですね。だからまあこれコミットしますと。いいですね。2つ目いけましたよ。 なんか、あまり順調じ。こんな簡単なコードで順調とかもないですけど。<laughs> まあでも順調なので、なんかちょっと心配になりますよね。エクスプローラーでいかんかったっけ。えー、っとですね、何をしようとしているかというと、なんとなく出来上がったコード、本当に、本当に CL のコードなの <laughs> そう 本当かよって思う、自分でも思っちゃうので、CBCC でできてる、こう、テンプエーズですね。これ、これ、本当に、ちゃんとドットネットのコードなのって感じがするので、えアイルスパイで確認してみますか。今、ちょっと手元にないか。どうでもいいわ。 来来るかな来た。で、ちょっと、u s p i 起動。うん、来ましたね。で、これで、えっ、ー、と、今のこれ、これ、中身見る。ちょっとよくわか,かった。ダウン削除して、あれ、あ,あ、しまった。こうか。よいしょ。 はい、今、ILSPY で開いたとこですと、まあ、属性はほとんど何もついてないんで、アセンブリーバージョンはなんかついてるように見えますけど、これはあの、あの、エグゼの P フォーマットのメタデータなんで、属性がついてるわけじゃないんですけど、まあ見えるって感じですね。で、実際見てみると C、C シャープで書いたコードとして5、5プラス20マイナス4みたいなコードになってるわけですね。 ああ、そうか、そうか、そうですね。えっと、いや、なんか一瞬勘違いしてたんですけど、えっと、実際のコードは、これ、ここで、コンパイ、あ、もう、用語が本当に難しいですけど、えっと、チビ CC の中で計算をしているわけじゃないんですよね。チビ CC の中で与えられた、その、あの、 式,ですね、式を解釈しつつそれに対応するコードを一つ一つ出してるんですよね。なのでなんか一瞬ここに出てくるコードというのは計算結果がここに含まれるのかと思ったけどちゃんと計算しようとしているコードがここに出力されてるってことです。これ IL に変えると、えー、こんな感じになってるわけですよね。 これはまあ全く意図通りなんですけどまあまあそうですよね。CBCC が計算したわけじゃなくて計算するためのコードが CIL として出力されている。だから、えっと、5と20が入ってそれをアットする。そして次に4が来てそれをサブする。でその結果リターンされる。っていうようなもうまんまそのここに。 この、えっ、ー、と、テストコードで書いたこの式と同じコードがなんかちゃんと出力されていると。まあ、この部分を見るとね、なんとなくコンパイラチックになってるじゃんっていう感じがしますね。面白いですね。はい。というわけで、えー、まあ、ことなき、あの、あれですね、1から生成されたコードがここにちゃんとできているっていうか感じですね。いいですね。いいじゃないですか。はい。さて<あ>、えっ、ー、と、 今これ何分くらい出たんだっけかあ、でも24分か。どうしようかな。まあ一回切ってもいいかもしれないけど。なんか結構サクッと終わっちゃったので、じゃあ次のやつをちょっとだけ見てで、えっ、ー、と今回は終わりにしましょうかね。まあ前回なんか1時間超えちゃったんで、多分、あの、それあの、戦闘から全部あの見ようってう人も既得だと思うんで、あんまりいないと思うので。 まあどんな感じなのかなっていうのをちょっとだけ確認しといて、で、今回は終わりにしましょうか。今回これを移植したんですね。次これですね。えー、メえー、コメントがあったトークナイザーと R ースペースキャラクターズ、ビトゥイントークンす。ああ、なるほどね。えっ、ー、と、スペースが含まれていてもちゃんとそれがあの解釈できるってことですね。ちなみに今だと、プラス かマイナスは処理されるけどそれ以外のものスペースも含まれるものは全部この38行目に落ちてアンエキスペクトジットキャラクターになっちゃうと思うんですよだからそれに対応するコードじゃないかなって気がしますテストコードを見るとああそうですね確かにえっ、ー、とここになんか先頭にスペースが入って その演算子の前後にスペースが入ったりとか一番後ろにスペースが入っているこれでも問題なく計算が行えるっていうのを確認したいってことですね <laughs> マジですか <laughs> なんかいきなりコード増えてますねこれはああ多分ですけど今はこう生のこの文字の 文字を解釈して、プラスが来たとか、マイナスが来たとか、解釈してるんですけど、その中間表現として、まあ、トークンを表す、なんかこう、種類を定義しといて、で、なんか、それを真面目に解釈するように書き換えてる感じですね。ああ、次回結構、結構ありそうですね。ああ、トークナイザー、まあ、コメントに、 あとはトークナイザーっていう書いてありましたから、なんかあれなんだけども、まあ、要するにトークンとして識別して、そのスペースがあったら、まあ、それはトークンとトークンの区切りみたいな感じで分割して、で、ちょっと要するに抽象的な表現に引き上げるんじゃないかなっていう気がしますね。おー、おー、おー、これ、そうか、なんか。 結構大変そうですね。やっぱりなんかここで一旦切った方が良さそうですね。なるほど。じゃあちょうどいい具合なんで、えっ、ー、と今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。